はい、速稼塾の久保でございます。今回はですね、私が一番最初にやったビジネスをちょっと紹介したいと思うんですけども、まあ何回も話してるんですけどもね、改めて2019年度版でお話します。内容は一緒です。ハワイで衣装を売るって話ですよね。で、私はですね、1回だけサラリーマンやってるんですよ。それは大学を出て新卒の時に地元の小さなねスーパーに勤めてました。ハローズっていうね、今では一部上場企業になりましたけども、当時はまだ上場してなかったんですよね。私が退職する時に上場して、まあ上場を機に私は辞めたわけなんですけども、そのハローズっていう会社はね、新規採用、要するに新卒を取る時に在学中にハワイ研修っていうのを当ててくれるんですよ。で、ハワイ10日間ぐらいに旅に連れてってくれて、まあ、その時に50人ぐらい一緒に行くんですよね。で、来年はこういう仲間たちと一緒に新入社員になるんだっていう意識を高めていくわけなんですけども、まあ、そこでですね、10日間もハワイに過ごすわけですから、まあ、ハワイ研修といってもね、やっぱりぶっちゃけ1日遊ぶわけなんですよ。自由時間もたっぷりあってね。それで、どんなことがあったかっていうと、もうほとんど覚えてないんですけども、とにかく楽しくって1日目2日目で持っていった3万円ぐらいのお小遣いっていうのはね、当時大学4年生ですからお金ないわけですよ、そんなにね。3万円もバイト料でやっとなんですよ。それをハワイですぐ使っちゃったんですよね。で、もう3日目からお金ないんですよ。で、お金ないけどもまだスキューバダイビングもあるし射撃もあるし、もう本当楽しいこといっぱい残ってるのに、あと1週間ほどね全くお金がない状況で過ごすなんてちょっとね、もったいないなと思ってたんですよね。で、当時 ATM もないですし、当然クレジットカードやキャッシュカードも持ってないですし、大学生ですからね。で、かといって一緒に行った他の見込みの新入社員ですか、他の同僚同期ですよね、に借りれるお金もないしっていうか、みんなお金ないわけですよ。で、なんとかお金を手にして、楽しみたいなと思った時に、私はね、何か物を現地で売ろうかなとかね、なんかパフォーマンスとしてお金もらおうかなっていうふうにすぐ考えたんですけども、なかなか思いつかなくって、なんか苦肉の策でね、その辺に落ちている石をなんとかお金に換えられないかなと思ったんですよ。で、単なる石だったら買ってくれないだろうから、私はホテルの方に戻って、ホテルのねパンフレットとかを見て、ちょっとだけね、ハワイってものがどういう島なのかってことを片言の英語で読んでいったんですよ。そしたら、ハワイっての8つの島でできていて、それぞれいろんな島の名前があるよってことがなんとか読み取れたわけなんですよね。まあ違ってたかもしれませんけども、そこで私がひらめいたのは、落ちてるいろんなタイプの石を集めて8個で1セットにして、このぐらいの袋に入れてでね、売ろうかなと思ったんですよ。それがですね、ラッキーストーン、ハワイの8つの島に行って取ってきましたってラッキーストーンですよ。これがだから販売する商品になったんですよ。で、この石ですけども、その辺のね歩いてる人を捕まえても、それはなかなか売れないですし、なんせ英語ができないですからね。じゃあどういう風にするってことを私はね考えたわけですよ。その時すぐひらめいたのは、これがいいじゃないかと。自分がね、英語は喋れないけど片言の日本語が喋れるんですよ、ね、だから日系2世のふりをして、普段はここでお土産物をやってるんだけども、今日はお父さん休みだから代わりに商売に来たんだよっていう体で、現地の2世のふりをしてですね、片言の日本語で日本人観光客に声をかけるってことをね思いついたんですよ。あとは販売する場所なんですけども、なんかね道端でいろんなもの売ってる屋台みたいなのがあって、でそこに行ったんですけども、もう結構ね雑居してるところに、で食べ物売ったりとかビデオ売ったりとかね、ネックレス売ったり貝殻のなんかお土産を売ったりわけなんですけども、まあやってない店もあるんですよ。でやってない店に行って勝手に、でそこでさっきのラッキーストーンをね20個ぐらい並べて、でいらっしゃいいらっしゃいって片言の日本語でね呼び込むわけですよね。でそして、まあ、近づいてきた人に、話しかけるんですけども、私はねここでもう10年石売りをやってるんだ、こうやってラッキーストーン売ってるんですよみたいな話をして、で話し相手ってのが日本人観光客なんですよね。で日本人観光客がやっぱりこう片言の日本語で喋ると喜ぶんでで仲良くなった時に、それいくらって聞いて、私は500円だよとか5ドルだよって言ってね、当時1ドル98円か105円だったと思うんでね、私が22か23ぐらいの時ですからね、もうかなり前ですね、24年か5年ぐらい前ですか。でそこで、5ドルだよって言って、このぐらいのね8つの石を5ドルで売ったわけなんですよ。で大体それで1時間に20袋ぐらい売れてそれをまあ2回やったんでね、大体日本円で言ったら2万円前後が2時間で稼げたということなんですよ。でその2万円ね、200ドルを持って200ドル前後を持って、その日の午後はしっかりと楽しんだと。で次の日も朝7時ぐらいから9時ぐらいまで同じことをやって、で、まあ、大体ねやっぱり200ドルぐらいできるんですよ。で200ドルぐらいできたらそこを離れて、まだねそれで使って、それとかね同期のやつに貸してとかねやって現地でなんとか
10日目まで、豊かな日々を過ごしたんですよね。もう本当にね、お金欲しいなと思ったらいろんな知恵が出るもんだなと思いました。この日本というのはもっともっとチャンスがあるところだと思います。そして東南アジアをはじめこれからのね、アジア諸国っていうのももっともっとチャンスがあると思います。まあ、どっちにしても今置かれている現実にね、不幸だと思えば不幸になっちゃうんですよ。でも今置かれている現実を使いこなそうと思ったらやっぱり何かができるんじゃないかなと思います。私はいつもそう考えてるんですけどね、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは次回はですね、網戸を売って1億円という話をしましょうか。私が訪問営業で網戸をねやっていたところの話でございます。それではその時まで失礼します。